サンタのところ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 よし、開拓田舎暮らし、伊藤サンタです。今は6月ももうそろそろ夏至だ。草の勢いがすごい。今仮払い機の音が聞こえるな。毎日ね仮払い機やってたらやっぱ疲れがすごくて、最近毎日できなくなってきました。まあその代わりになんか手釜で買ったりすることが増えてきたんですけど、今日は曇りだな。新鶏舎の建築ぼちぼち進んでます。柱が立って今ね梁を乗っけようかなという段階で、梁を採寸して切る作業ですね。本当ねこれでいいのかなって半信半疑で、やってます。本当はねもっとこうした方がいいとかああした方がいいとか思いつつもね、こう時間との兼ね合い、時間勝負というかね、そういうところもあって、やっぱりプロはスピードが違いますよね。まあ、正確さもあるけどすごいスピードで仕事をするもんな。また設計がしっかりしてるからね、考えながら僕なんかもう設計もあやふやだからね、こう迷いながら常に迷ってるっていう、まあ素人だな。まあでも素人だからしょうがない、こうやりながら学んでいくしかないんだなと思ってねやっています。消火銃はねハスカップがやっぱ今年はね早いんだな。天気が雨降らなくて気温が高い日が続いてるんで、おカシスもちょっと色づいてきた。おレッドカーランズも色づいてきた。フサスグリも色づいてきた。早いね。やるか。で、ハスカップ。お、ハスカップもついてるね。ハスカップね。でももうハスカップも終盤に入ってきてるのかな。今年は早いね。ハスカップ。こいつが元気ないんだな。トロ君が そしてブルーベリー。これラビットアイ系のブルーベリーで、こっちがハイブッシュ系かな。実はついてるけどさすがに色はまだ、これからですね。
ブラックベリーの花も咲いております。ブラックベリーはバラ科だからね。ハスカップはツツジか。ハスカップじゃねえ、ブルーベリーはツツジか。ハスカップなんだっけね、出てこないね。よいしょ。こいつ、こいつがね、つるけって本当に強くて厄介。こうね、人を利用して生きるって、うん、賢いというかたくましいというかずるいというか、でよしかかって絡みついてね、こうその他のものを絡みついたやつらをねダメにしていくんだよな。大したもんだね。人間的に感覚で言うとしたたかに見えるけど、そいつらそいつらなりにね、一生懸命で、かつ自分のスタイルなんだろうね。自然は多様だな。前にも言ったかと思いますけど、長男のリクエストによりお風呂場をこう、これまた完成しないまま使って、まあ冬までに完成させ、こっちはのんびりでいいかな。五右衛門風呂、小太郎風呂って、うちで小太風呂って呼んでますけど、小太風呂もうランニングしてます、動いてます。そうだ、あとはひなか、よいしょよいしょ。鶏舎の中がな、片付かないんだ。まあ、ちょっとずつは進んでるけど、よいしょよいしょ、よいしょ。クモの巣が、ひよこも順調です。あ、これよいしょよいしょよいしょ、おばあちゃんたちも最近は産み始めました。また卵の販売を再開し始めました。ただね、数ができるようになって売りさばいていくとなると、またいろいろ考えなきゃいけないことが出てくるだろうな。あとは何だろうね。そう、このドラム缶を加工して、あのうち参拝じゃないな、不法投棄がね、このちょっと行ったとこにたくさんあって、最近はないんですけどね。あ、小太郎くんまた出かけるんだ。いってらっしゃい。最近小太郎くん本当に忙しいね。あんまりコタハウスにいない。
まあ、このドラム缶を拾ってきて加工して、このコタ風呂の炉に加工しようかなと思っているところです。最近タビちゃんに会ってないね。最近のタビちゃんの定位置はね、なぜかここちょっと前までね、自家孵卵したひよこを飼育してた場所なんですけど、あったかいのかな。タビちゃんは最近ここがお気に入りです。でもこれここにもう必要ないな、処分かな。ケンタ、ケンタお座り。まだ早いけど、まあいいや。